最近みゆこさん、虫に遭遇したんだけど、恐ろしかったな、虫に遭遇した時。本当につい最近ね、虫に遭遇しました。その時スイちゃんもいたんだけど、ホラーとかさ、ジェットコースターとかもそうだけどさ、自分よりもさ、ビビってる人いたらさ、スンってなるのわかる？スンってなったんだよね、なんか。スイちゃんがさ、うわ虫うわーみたいな感じになってる、なっててさ、なっててさ、なにスンみたいな。スンって感じになった。心臓バクバクだけど、なんか表に出すのは違うなと思って、なんかスンってなっちゃった。固まってたんだけど、ミコは。スンちゃんがさ、虫、うわーってなってるのを見てさ、自分もさ、なんか、うわーって気持ちにはなっているから、救えることはできないわけよ。なんか、その虫をどうにかするっていう考えは全く浮かばなくて、スンってなってたら、ノエルがスッて、森へお帰りをしてくれたのを思い出した。ノエル強すぎるよ。さすが団長やで。ノエルキュン。最近ミコの流行り、キュン。これね、流行ってるミコなんかね、キュンってした時にね、使うの。キュン。流行ってんの。ポーポーキュン。なんかポーポーがさ、アモアスの前に、なんかね、アモアスにちょっと早めに集合しようってなって、なんか時間を設定したんだけど、その15分前ぐらいにポーポーが個人で通話かかってきてて、アモアスの設定の作業してたから気づかなくて、なんか通話履歴見てさ、通話来てたと思って、ポーポーどうしたの間違えたって連絡したらさ、違くて、甘えたくて、つって、甘えてた。甘えてたってさ、ちょっと来て、ポーポーキュンポーポーキュンポーポー好きポーポーミュコも大好きキュンってちょっと、可愛くて。ポーポーキュン好きミュコも大好きキュン泣いちゃった、可愛かった。ポーポー可愛い。ミュコもヘラタポロが大好き。ヘラポロ好きなんだよな。ヘラってること自体はさ、良くないと分かってんだけど、ヘラってる時のポーポー可愛くてさ、なんか、キューンってなっちゃうんだよな。ミコリアルでさ、学生の時さ、なんか、ヘラヘラのヘラのさ、友人がいたんだけど、その時はなんか皿とかめっちゃ投げられてさ、ヒステリー系だったからさ、はわわわわ、怖すぎる、落ち着けーみたいな。本当に宿泊してたことを思い出すんだけど、ポーポーのはなんか、ミコが包み込んであげるねみたいな、なんかそういう気持ちになる感じのヘラだからさ、これは危ないぞと思っちゃった。甘えまくらせたいくなる感じだよね。なんか母性が、そう、母性が出てしまう。ねえ。